公共のトイレは非常に汚く使えない状態なのに、それでもお金を払わなければならない時は本当にイライラします。しかしここには完全に透明なトイレブースがあり、使える状態かどうかを事前に確認できます。この革新的なアイデアは日本で生まれました。大丈夫、このトイレはあなたのプライバシーを奪いません。この新しい透明トイレは使用時に不透明になる特殊なカラーガラスで作られています。さらに夜になると様々な色に光る明かりのおかげで美しい公園のランタンになるのです。中国の一部の警察署でガチョウが雇われることになりました。中国のある省では夜の警察署を安全に保つ方法を見つけたのです。犬の代わりに彼らはガチョウに頼っています。数年前までは警察署への侵入事件が起こっていましたが、ガチョウの警備が解決しました。彼らは侵入者を見つけ、没収されたバイクを盗む前に警告してくれるのです。専門家は非常に鋭い感覚を持ち、常に高い警戒状態にあるガチョウは優れた警備員になると考えています。素晴らしい聴覚と視覚を持っているので、遠くから異変を見つけることができます。また彼らは非常に縄張り意識が強く、警察署や鶏小屋を守るのに最適です。おやつで釣ることができる犬とは違い、ガチョウは一度ガーガー鳴き始めると止まりません。彼らを落ち着かせるのは少し大変ですが、それ以外はほとんど手間がかからず、割れたコーンと草を与えるだけで準備万端です。ジンバブエ第二の都市ブラワーヨ市民は、給水制限によって発生した下水の詰まりを解消するため、住民全員が同時にトイレを流すよう要請されました。市議会は水が復旧した午後7時半に住民が一斉にトイレを流すことで、溜まった汚れがきれいに流れることを望んでいました。最初の同時洗浄は成功しましたが、一部の住民はその効果に疑問を抱いていました。しかし市はこの取り組みを週に2回続ける計画を立て、市民の協力によって下水道の問題に対処しながら、インフラの損傷を最小限に抑えることを期待していました。一部の住民は疑っていましたが、休暇中に猫を預ける先がない人への解決策は1970年代にゲイリー・ダールが考案済みです。彼は食べ物も高額な動物病院もいらない最高のペットを作り出したのです。その革新的なアイデアはペットロックと命名されました。彼はペットとして小石を飼うことを提案し、そのアイデアで大金持ちになったのです。元は友人同士のジョークから始まった案でしたが、ダールが丁寧にパッケージ化し、遊び心あるストーリーをつけたことで大ヒットしました。ペットロックは1975年に人気ホリデーギフトとなり、1ダース約4ドルで約150万個も売れました。50年前の4ドルは今より大きい価値があります。ブームは徐々に衰えていきましたが、ペットロックがポップカルチャーやおもちゃ業界に与えた影響は今も残っています。そしてトレンドは再び戻ってきたようで、韓国で新たなブームが起こっているのです。そこでは若者が石を飼いならし、顔を描き、名前までつけているのです。イタリアアルプスの小さな村では、近くの山に建てられた巨大な鏡のおかげで冬がとても明るくなりました。この鏡は高さ5メートル、幅8メートルで、太陽の光を反射させるよう村の広場に戦略的に置かれています。鏡が置かれる前、人口わずか200人ほどのビガネラは、谷間の急な斜面のせいで毎年11月11日から2月2日まで暗闇に包まれていました。そこで市長はこの画期的な鏡を約10万ユーロで導入することを決めたのです。言うまでもなく村全体が大喜びしています。もう寒さで家に閉じ込められることはありません。そして今、住民たちは歴史的なこの広場で太陽を浴びることができます。特に暗さのせいで塞ぎがちだった高齢者たちが喜んでいます。クッキーやアイスクリームの本物のバニラ風味はビーバーのお尻から抽出した分泌物で代替されることがあります。 SNS では時々自然な風味と書かれたラベルにカストリウムという物質が含まれる可能性を警告する投稿が見られるかもしれません。ビーバーがお尻近くの腺から甘い香りの食用物質カストリウムを出すのは事実です。しかし地元で見つけることはないでしょう。この素材が使われるのはかなり稀で、値段も高いと専門家は言います。カストリウムはビーバーの尻尾近くの匂い腺に見られる黄褐色の粘液です。
彼らはこれで縄張りを示し、人間が簡単に感じられる匂いを残します。カストリウムは古くから薬や香水に使われてきましたが、近年食品への使用は一般的ではなく、バニリンのような安い合成代替物が好まれています。 FDA はこの物質は安全に食べられるとしていますが、食品用の供給があるわけではないので、誤って食べる可能性はかなり低いです。雨上がりの散歩は清々しいものです。街が輝きを増し、空気も爽やかで、改めて太陽を迎えた人の気持ちも高揚します。唯一のデメリットは湿ったベンチや椅子です。幸運なことに、韓国から来た革新的なデザイナーたちがこの問題への賢い解決策を考案しました。このベンチには羽板がついており、取っ手を回すだけで乾いた面に回転できます。これならデート中にズボンが濡れて気まずくなる瞬間を心配せずに済みますね。LA には奇妙な黒いプラスチックボールが水面を覆う貯水池があります。このシェードボールは飾りではなく、3400万ドルもの大規模プロジェクトの一部で、水源の汚染と蒸発から保護するためのものです。ボールに水を入れ、何百万個も貯水池に放出することで、他の方法よりも約2億5000万ドルも節約することが期待されています。シェードボールのアイデアはロサンゼルス市水電局の元生物学者から生まれました。彼らは空港の排水池で鳥よけに使用されるボールからインスピレーションを得ました。黒いボールは1つあたり36セントしかかからず、現在では LA 周辺の4つの貯水池で使用されており、 LA だけでなんと9600万個のボールが浮かんでいます。ボールが黒いのはカーボンによって UV 線の吸収を助けるためです。これにより太陽光がプラスチックを抜けて水に当たるのを防ぎます。専門家は薄い色では同じ効果が得られないと言います。アウトドア用品では一日中直射日光に当たる素材を助けるためにカーボンを使用することはよくあります。ルート66は世界中から観光客を引きつける有名なアメリカの歴史の一部です。しかし、かつて実際に歌う道路が存在したのはご存知ですか？ニューメキシコには歌う道路、または音楽の道路として知られた区間がありました。道路に埋め込まれたスピード防止帯を車が走ると、アメリカ・ザ・ビューティフルという曲を演奏したのです。ドライバーはメロディーを聴くために時速60キロで走る必要があり、集中力を高め気が散ることを防ぎます。長時間にわたってスピード防止帯を走行することはタイヤにとって理想的ではないかもしれませんが、ニューメキシコの歌う道路は旅行者に楽しい経験を提供していました。この道路はもう歌っていませんが、音楽の道路はデンマーク、日本、韓国、メキシコ、サンマリノを含む世界各国で見ることができます。アーティストのアリソン・ショッツ氏は、私たちがなぜ壁を作るのかを問い、人生について考えるよう促す鏡でできたクールなフェンスを制作しています。彼女はこの幻想的なインスタレーションを2003年からあらゆる場所に設置してきました。このフェンスは周りの世界を映し、それを滑らかなものか奇抜なものに変えてしまいます。この芸術のおかげで、その地域がよりオープンで友好的に感じられるでしょう。しかし同時に、この新しいフェンスが子供やペット、鳥の安全にどう影響するかも考えるべきかもしれません。